皆さんこんにちは。今回はとんでもスキルで異世界放浪飯後は視聴者の反応をご紹介します。皆さんの感想もコメントで教えてね。よかったらチャンネル登録高評価もお願いします。それでは、レッツゴー。女神界か、ノジェロリか。だ女神っぽいな。なんかアクア様と同じ匂いを感じる。ようやく女だ100パー。ビリビリ、10万ボルト。やめなされやめなされ。違法だぞ。電撃用。虐殺。ひどい。絶滅します。漁業組合に怒られるやつ。生態系が、仮死状態だった。気を失ってるだけだから早く取らないとまた泳ぎ出す。サーモン。キング。これはでかい。大きさが全然ちげえ。酒だな。異世界の魚なんて味も毒もわからないのに食べて大丈夫なのか。寄生虫注意。ピリッと。毒やろ。そんな毒みたいな魚を素手で掴むな。ポイズン。わかりやすい。素手で触って大丈夫か。毒もアクセント程度なのか。料理してくれるから強く出られないワンコ。塩焼きで満足するのか。随分大きさが揃ってる。この犬が食うにはちょっと少ないな。覗き見るな。おい肉。和牛好きすぎ。1960円だったわ。和牛にハマってる。魚が食いたいって言ってただろ。贅沢させない。料理スキルが高すぎる。でかすぎやろう。水どこから出した？まるで水道があるみたいな水流あったけども。気まぐれクックじゃねえか。この料理スキルがよっぽどとんでもスキルだよな。動画で見ただけで作れるスキル欲しい。無駄に細かく描写していく。待て、犬に塩分を取らせるな。めっちゃ酒。ホイル焼きうまそうやん。うまいよねー。飯テロ。いつの間にバター仕入れたんだ。醤油を垂らしたい。ムニエル食いたい。普通に料理のレベルが高い。たくさん作っても犬が食ってくれるからいいな。キャンプ飯や。料理作画は相変わらずいい。アルミホイル丸ごと。アルミホイル噛むの嫌だろ。犬とかも同じ反応するのかな。ほんとうまそうな作画。明日酒のホイル焼き注文したらこれ見たって思われちゃうんだろうな。串は取ってやれよ。食レポうまい犬。いい顔。食レポうまい犬。プレミアムモルツ。パーフェクトビール。トップバユーか。キンキンに冷えてやがる。向こうだ豪遊。酒飲まずにはいられない。くっそううまそうだ。エンドレスループ。タルタルいいなぁ。おかわり。きたぁ。スライム。スイきたぁ。メインヒロイン。プルプル。今季2大マスコットキャラ。捕食？食われるぞ。ET。ドラクエはスライムの概念を変えたなぁ。仲間になりたそうにこちらを見ている。かわいい。後のリムルである。薄い本ではオナホ代わりに。進化しそう。ペットボトルうめぇ。溶かした。プラスチック分解できるのか。ゴミ箱になるな。雑食にも程があるだろ。消化早い。怖えよ。クリーニング屋を始めよう。そういう都合のいいペットとしてついてくるのか。一家に一匹欲しい。ゴミ問題解決。ハート。手乗りスライム。って食われたりせんのか。少年足部のゴマちゃんみたいな可愛い鳴き声しやがって。石が食えるなら地面を食えばいいだろ。そのうちブラジルに到達しそう。勢いで星ごと食いそうだな。友情ゲット。契約が簡単に成立しすぎる。水まんじゅう食いたくなった。股間に。チンコ食われそう。水くらい飲ませてやれよ。さりげなくサントリーの水。ゴミしか食わせないとか虐待じゃね。ゴミはアイテムボックスに貯めてたのか。主人公もこの世界の飯食ったらレベルアップするのかな。オーク肉の味噌焼き丼。またタレをかけたのか。ワンコは肉ばかり食って骨を要求しないのか。すっかりオーク普通に食えるようになったな。高級ブランド肉並みの味と実感したら葛藤なんて吹っ飛ぶ。腹減ってきた。豚丼食べたい。オークって同族じゃん。最初はタレが染みたご飯だけを食おう。グルメ番組かな。すげえ飯作画。スイカはええ。生後3日で頭良すぎるスライム。モルカーみたいに泣きやがって。クリーナースライムかよ。これは便利。ええ子や。水流のう。ちゃんと教えれば服だけ溶かすこともできるな。なんかとんでもないモンスターに育ちそう。スライムが舐め回した食器 SNS に流したら炎上するだろ。イエモン。これはサントリーの許可もらえたのか。ドラ焼き。食レポうますぎ。ドラ焼きうまそう。トップバユの？ずっと買ってたローソン100の抹茶ドラ焼きがなくなった模様。ドラえもんかな？すっかりペットに。消化しながら食う。
スイちゃんかわいい。テンション上がってきた。食ってばかりだな。スライムにゼリーを食べさせてみたい。お布団。布団使ってんのかよフェル。せっかく寝てたのに。ついに離婚を切り出される。髪のカゴ欲しい。気軽だな。ありがてえ。チートだ。すごすぎるカゴ。これは有能女神？水色の髪の女神は、こりゃダメそう。食いたいだけじゃねえか。スイーツ好き。指定しやがった。週一は結構面倒だ。髪、ちょろい。食い意地が張ってる。女神への信頼度が下がった。姉からの命令。いいじゃん甘みくらいで、羨ましいことだ。週という概念あるんだ。言いつけを破ってとんでもない目に遭うのが昔話のお約束。気持ちじゃなくて現物だろ。大事なのはお供え物だ。太るぞ。山パンセットじゃん。わろた。カロリー高い。パンの策がすげえ。菓子パンとコーヒー牛乳って小学生かよ。そこは普通の牛乳だろ。コーヒー牛乳飲みたくなってきた。ダンボール祭壇。弟から食べ物を奪い取る姉。うちだけじゃねえか。餌付けは基本。アンパンを夢に見るな。美味の味。グルメリポーターかよ。今日もスポンサー多いな。ジャムおじさんは天才だった。食いしん坊女神。神普段何食ってんだ。隠しきれないダメ神感。週一が毎日になりそう。雪印のコーヒー飲んでる。それ苦味ないやろ。そいつは甘すぎる。初見のストローの使い方わかるのか。カフェインハイになりそうな声しやがって。この後コンビニからアンパンとコーヒー牛乳消えるな。毎日にしよう。これだけで1000キロカロリーくらいありそう。糖尿になりそうやな。我慢ができない女神。落ちたな。お祈り1日1回になりそう。やはり人工甘味料は偉大。カイジ並みのダメっぷり。ロッテも来たか。ガーナチョコレート。でかい板チョコだな。ブラックコーヒーは認めない。俺はハイミルクの方が好き。マリアージュ。食いしん坊スライム。板チョコは明治だろ。ワンコウの犬間に。くんかくんか。バレた。食いしん坊だな。鼻がいい。犬だけに。犬にチョコレートはダメでしょ。ニンリル様のカゴがあるのでチョコ食べても大丈夫。じとめかわいい。こいついつも食ってんな。食いすぎだろ。飼い主が食べてるもの全部欲しがる飼い犬みたいな。直接話しかけてきた。こいつ直接のうないに。姉さん。直接交渉してきた。ダメだこのダメ神。食いたいだけかよ。こんな神様嫌だ。女神だんだん調子乗ってきたな。チョコもかよ。新宅なのじゃ。まあ神が託すなら新宅か。もう本性がバレた。素材になりそうな動き。いっぱい送っとけよ。女神様がデブになってしまう。そもそもネットスーパーのスキルは誰が与えたんだ。ゴビニナノジェっていうロリが出てくるアニメは名作。アンパン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 。ご視聴ありがとうございました。アンパン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 アンパ